ブラックカレーとお化けのナン、ハロウィンにぴったりのメニューですので、ぜひ作ってみてくださいね。バター 10g をフライパンに入れます。玉ねぎを入れます。玉ねぎがしんなりしてきたら、しめじを入れます。お鍋に移します。オリーブオイル大さじ1。ニンニクのすりおろし大さじ2分の1を炒めていきます。ニンニクの香りがしてきたらシーフードを入れます。白ワインを入れます。炒めすぎると硬くなるので気をつけてください。お鍋にシーフードを入れます。トマトジュースを入れて煮込んでいきます。カレールー、イカスミのパスタソースを入れます。全体に火が通ったら出来上がりです。強力粉にヨーグルト、オリーブオイル、お塩、ゴムベラで全体を混ぜていきます。でこねていきます。
生地を折りたたむようにこねていきます。フライパンで焼いていきます。蓋をして中火で3分です。ブラックカレーをお化けのナンでいただきます。ナニシトンチャンネルさんからバトンを受け取りました。釣りとお料理の楽しいチャンネルです。深夜さんと陽子さんご夫妻の雰囲気もとっても素敵です。陽子さんの手料理はとても美味しそう。とても勉強になります。どうぞ皆さんも遊びに行ってみてくださいね。ハロウィンのリレーバトン、釣りクックふくふくマンさんにバトンタッチ。釣りクックふくふくマンさんは釣りがとてもお上手で、ガールズフィッシングクラブでもいろいろ教えていただいています。お料理のレパートリーも豊富で、盛り付け方もとっても美しいです。どうぞ皆さんも釣りクックふくふくマンさんのチャンネルに遊びに行ってみてくださいね。ガールズフィッシングクラブでもガールズフィッシング
もう一回。サロンド M です。いつもご覧いただきありがとうございます。